本当にそうとです。今回は2月18日の更新情報を見ていこうと思います。まずは栄華元月なんですけど、特に注目するところはないかなと思います。神髄タンパクは引き続き購入可能です。で、続いて温泉上がりの尊敬になります。このキャラクターは UR 戦の中では非常に強力で、HP をベースに防御無視をできるっていうところで、未だに MR キャラクターでも軽減されることはないっていう、非常に優秀なキャラクターなんですけど、MR に比べて優先するべきかっていうところで、ちょっと優先度としては下がってきてるのかなとは思います。非常にですね、強力なキャラクターなんで、狙ってる方は全然取っていただいてもいい性能なのかなと思うんですけれども、ちょっとMR を優先した方が総合的に見ると強くなれるのかなと思いますね。戦役とかボス戦ではちょっと使いにくいので、そういう総合的に見ると MR 狙った方がいいと思います。で、続いてですね、こちらが MR の弓章ですね。新しい MR の、MR の弓章がやってきます。立候ですかね。ちょっと読み方まだわかんないんですけど、弓章の MR が来るっていうところで、妖遊記と比較されるところになるのかなとは思うんですけれども、純 MR なんで結構強いのかなと思います。続いて一朝一夕ですね。今回は普通の一朝一夕が来ます。課金する方はこのタイミングで課金くださいといった感じです。以上ですね。明日はこの新しい弓章の MR 非常に強力になるかもしれないんで、楽しみにしていこうかなと思います。これで今回の動画を終わりにしようと思います。これからもおうち少女の動画を上げていくので、もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。